これはこれは副官殿、長い間お戻りにならなかったようですが、どちら行かれていらっしゃったのです？なぜ一階の兵士のお前がそんなことを気にするのだ？いえいえ、ただ気になっただけです。答える必要はなかろう。さっさと持ち場に戻れ。戻ったか。遅くなりまして申し訳ありません。仕方あるまい。警護と称していろんな奴らが見張っている。目障りだが、ギザロフがよこしたものだけに追い出すわけにもいかぬ。それだけリバース元帥の事件は探られたくないということですね。まったくだ。では報告を聞こうか。はい。まずあの密書にあったカコンシス軍の将軍の印からカコンシス側との関係を当たったのですが、その調子ではダメだったようだな。申し訳ありません。ギザロフ側の者とカコンシス軍部とが接触した事実はありませんでした。うん。となるとリバースは本当に謀反を企てていたのか、それともギザロフはかなり巧妙に我々の目を欺いているのか。一つ気になるのが、息子のクルーガーさえ締め出し一人部屋にこもることがあるというのです。魔導の研究を邪魔されたくないというのがその理由らしいですが。変だな。奴は魔導研究の際、必ずと言っていいほどクルーガーを助手に使っていた。奴が部屋に何かを隠しているのは間違いない。だが奴の部屋を探るとなると、まず無理かと。仕方ない。少しは動きを控え、奴を油断させるか。だがいつかきっと奴の化けの皮を剥いでくれる。来ました、連邦の船団です。やっと来た。リスク、お前がしっかりしていれば私が出る必要はなかったのだな。申し訳ありません。次は必ず。その言葉そろそろ引き飽きた。寛大な私にも我慢の限界がある。消されたくなければ、次こそはまともな働きをすることだ。はそろそろあの船団を壊滅させるとするか。見ておれ、リスク。あの程度の船団などこの嵐の前にはひとたまりもなかろう。ご決断ください、カコンシス王。連邦軍の船団がこちらへ向かっているとの報告はすでに入っているはず。こちらも船団を組織し海上で迎撃するべきです。その策は却下だ。なぜですか？
我が軍の船乗りの操船技術は連邦を優にしのいでおります。これが少ない兵でも勝てる唯一の作戦なのです。上陸されれば民衆にも被害が出るでしょう。何卒ご一行を。うるさい。船団を組織するのにいくらかかると思っている。船の買収だけでかなりの金額になるではないか。手持ちの2隻だけで何とかする作戦を考える。そうすれば許可してやる。しかしそれであの船団を相手にするには。お話中失礼します。今大事な話をしているのかわからんのか。いいかウィーラー、金をかけた作戦なら誰でもできる。貴様は提督だろうが2隻だけで何とかしろ。その話に関係があるのですが。何かあったのかい。はい、実は局地的な嵐が起こり連邦の船団の多くが沈んだとのことです。なんだって。はっ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 は。それ見ろ、俺は初めからこれを知っていたのだ。どうだ、俺が待たせたおかげで事態は良くなったじゃないか。しかも全く金も兵も使わずにだ。それで残った船団はどれくらいだ。さすがに機関はほとんど損傷がないようですが、他の小型船は3隻ほどに。しかも激しい嵐の間に機関とだいぶ離れてしまったようです。よしよし。ではウィダー提督、改めて命じる。手持ちの2隻の船を使い敵の船団を奪ってこい。いいな。はあ。この作戦は君とブルーの将軍にやってもらう。機関は君の部隊で攻めてくれ。わかりました。ブルーの将軍は機関とはぐれた3隻の小型船を頼む。では早速出撃いたしましょう。提督、我々は二度も敗退した連邦が船団だけで攻め込むというのは少し甘すぎると思わない。きっと陸路を使った部隊もこちらに向かっているはずだ。わかりました。陸戦部隊を用意しておきます。まったく、毎度ながら調子のいい王様だ。ま、仕方ないか。あれでも一応国王だし。シェルファニール姫とアンジェリナ姫がよくグレなかったもの。一体何だったのだ、あの嵐は。突然激しく吹き荒れたと思ったら跡形もなく消えてしまうとは。この季節にそのような異常気象があるとは聞いていないが。だが文句を言っても始まらん。本艦の修復はほぼ完了しました。しかし漕ぎ手の奥が海に流されたため航行速度が大幅に落ちます。なんというざまだ。船団のほとんどが沈没か航行不能とは。それでは過根室を攻めるなど。あ、敵船へ急速接近。このままでは捕まります。
最悪の事態になったようだな。私板の打ち込み終わったぜ。敵機関と接舷できたわ。さすがに過根室の船員は操船に慣れているな。これほど速やかに接舷してのけるとは。確かに兄上の言う通りだ。これほどの手並みでは連邦軍も対処の暇などなかった。刺し物私でもこうは操れない。カコンシスの操船技術の高さは聞いてはいたが、これほどまでだったとはな。迎撃準備。来てみやがれ。返り討ちにしてやる。行くぞみんな。
どうしたリッキー。いや、兄上、どうも司令官に見覚えがあるのだな。そうか、あいつだ。誰だ、私を貴様呼ばわりするやつは。クルーガー将軍と呼べ。そんなことはどうでもいい。俺やリッキーを見忘れたというのか。知らんな。お前らのような連中など見たこともない。俺はゴタール村の生き残りだ。あの虐殺を忘れたとは言わせんぞ。貴様とギザロフが村の人たちや父を殺したんだ。そうか、あの時の生き残りか。ならば今ここで殺してやる。
機関へたどり着いたというのに、すでに戦いが始まっていたか。お前たち、良いところへ来た。そちらから加工室の連中へ攻撃を仕掛けるのだ。はっ、了解しました。Yeah.
これはまたお会いしましたね、お嬢さん。バカにしないで。負けるというのか。えい、出直しだ。待て、クーガー。逃がしたか。
とりあえず敵の船は手に入れた。そろそろ戻ろうぜ。進むことが読まれていたとはいえ、この状況は悪すぎる。しかし将軍、カイロを住んでるはずのクルーガー将軍の兵がいるはず。まもなく連中の背後。それはないな。奴らの船団の方がどうあっても先に到着する。なのに過去に室側はまるで何事もなかったかのように迎え撃ってきよう。ということは、とっくにクルーガーたちは負けたか、途中で引き返したかのどちらかだ。ということは、将軍、物資もなく孤立した我が軍はこの上なく不利ということだ。提督の読み通りですね。お見事です。そんなに褒めても何も出ませんよ。私はただ可能性を予測したまでです。ではこの勢いで勝利するとしましょうか。ブルーノたちもすぐにやってくるはずです。はい。そうか、船団が嵐で壊滅か。さらにカコンシスの連中に追撃を受け、クルーガーは逃げ帰ったとのことです。となると悪くしよう。将軍のことですから、それほど被害が出る前に退却なさると思いますが。あの魔術師の使いか。どうやら報告を受けてるようだね。クルーナーの船団は壊滅したよ。そのようだな。あの魔術師は役に立ってくれるわ。ボズ、フェアラート様に対してなんて口の利き方だい。本来あんたみたいな虫けらはあのお方と口を聞くこともかなわないんだよ。今後は気をつけることだね。生意気な魔族め。